今日は七夕か。お、玄関に短冊ある。兄ちゃんたちはどんな願い事してるんやろう。富、名声、力、この世のすべてを手に入れる。海賊王か、強欲すぎるやろ。金銀財宝、土肉林、絢爛豪華。兄ちゃんからそんな言葉聞きたくないって。日進月歩、一期一会。うん、もう豪華な四字熟語っぽい言葉わからんかったんやろうな。二人三脚。もうええわ、ルーちゃんの願い事見よう。僕のプリン勝手に食べないでください。ちゃんと名前書いておきましたよね。願い事ちゃうやん、忠告やん。おととい僕のプリンを食べたのは誰ですか。これで3度目ですよね。名乗り出るなら許してあげます。もはや連絡帳みたいになってるって。コロちゃんのはルト君のプリンを食べたことがバレませんように。プリン食べたんお前かよ。え、コロニーがプリン食べたんですか。はい、ごめんなさい。短冊で会話すんなって。僕のプリンを食べた人がしっかり反省しますように。コロ、反省中。ルート、お詫びの品待機中。ごめんなさい、今まで食べたプリン10個買ってきます。10個も食べたんかい。あかん、もう他の人見よ。さとみ兄ちゃんは。俺は七夕で願い事なんてしない。じゃあ書くなよ。願いは他人に叶えてもらうものじゃない、自分で叶えるものだ。隣の短冊との温度差やばいって。 PS、 お小遣いください。おい、さっきまでのかっこいい言葉は何やったん。感動した気持ち返して。もう最後はなあくんか。なあくんならいい願いを書いてくれるはず。世界平和。さすがか、期待を裏切らんな。あとは辛いラーメンが食べたいです。許す、こんなささやかな願い事俺がたくさん叶えたるわ。さてと、みんなの願い事見たけどあんま参考ならんかったな。なんて書こう。あ、みんなの願いが叶いますように。無難やけどこういうのもええよな。いや待て。金銀財宝、朱地肉林、絢爛豪華。あかんやん、